嘘だろ？どうしたのよマリサ？大変だぞ霊夢、空自の次期戦闘機は日英に決まっただろ？うん。確かアメリカはこの計画には参加しないって言ってたわよね。だがな、空自の次期練習機が日米共同開発になりそうなんだ。え？ちょっと待ってよ。練習機はアメリカとの共同開発なの？これは気になるわね。ということで今回は航空自衛隊の次期練習機は日米共同開発へ、お送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、空自の次期練習機の開発計画が面白いことになってきている。面白い？なんと、空自の次期練習機は、初の日米共同開発へ移行しそうなんだぜ。なん、だと？その練習機ってインパルス塚地下の後継機よね？やめろ。普通にやめろ。ブルーインパルス T4 後継機だな。毎日新聞によると、3月28日、日米両政府が、航空自衛隊の戦闘機パイロット用の練習機 T4 の後継機を共同開発することで調整していることが分かった。岸田文雄首相が国賓待遇で訪米し、4月10日にワシントンで予定されているバイデン大統領との首脳会談で合意し成果文書に明記することを目指しているそうだぜ。おお、またバイデンと会談するのか文雄ちゃん。今度は恥をかくようなことしないでね。日本の民度が下がるからさ。うるさいぞ霊夢わら。とはいえ、このニュース。若干だが、ガセ情報ではと疑っている面はあるんだけど。確かに練習機の更新が必要な、我が国の航空自衛隊ではあるんだけど、じゃあ、本当に共同開発してもらえるのか？というとな。そうよね。まあ、アメリカの次期練習機は T7A レッドホークで、問題点があって運用開始は遅れているらしいのだけれど、納入されたばかりだ。うん。だから、おそらく T7A の開発に一枚噛むという話ではないと思うぜ。とすると、一体、アメリカ側はどんな用途のものを求めているのだろうかしら？なんだろうな、そもそもな、レッドホークは未完成なんだ。え？そうだったの？ああ。さておきまずは、アメリカの最新練習機の話から説明していくが、フライチームによると、ボーイングは2023年9月16日、アメリカ空軍向けの次期高等ジェット練習機 T7A レッドホーク初号機を納入したことを発表したな。初号機は今後、カリフォルニア州のエドワーズ空軍基地へ配備される計画だが、当面はボーイング工場のあるミズーリ州セントルイスで、アメリカ空軍による飛行試験を継続して行うとのことだぜ。ほう、そんな T7A レッドホークは6月、開発開始から約3年で初飛行に成功しているな。そして、2023年9月に納入が始まった練習機 T7A レッドホークだけど、未だ運用開始には至っていないようだ。もう6ヶ月くらい経ってるわよね、大丈夫？知らん。いや他人事。あとこんなニュースもあるぜ。エア&スペースフォーセズによると2024年3月13日、空軍は2025年度に、T7A 練習機の量産購入を開始する予定だがその割合は以前の計画の半分であるそうだ。予算文書では、このサービスが計画されていた初期運用能力 IOC を、2027年から2028会計年度の第2四半期に延期することも明らかになっているな。ほう。延期しまくりね。IOC は通常、エンドユーザーが新しい機器の運用と保守を開始できる時期だ。空軍は2018年にボーイングに T7 の契約を初めて発注し、2022年に派手にロールアウトしており、空軍とボーイングの関係者は、T7 をデジタル設計の先駆けとして歓迎していたんだ。しかし、翼の揺れ、射出座席、欠陥部品などの問題が航空機の運用を遅らせているとのことだぜ。つまり、アメリカ空軍に納入されたレッドホークは、翼の揺れ、射出座席、欠陥部品などの問題が発覚。この完成の遅れによって、アメリカ空軍は訓練にも支障をきたすような状態ってわけか。だな。でも、今回のニュースはさすがにこれを共同開発しようという話ではないでしょう？そうだな。もしやるとすれば、共同改良ということになるだろうぜ。じゃあ一体どんな練習機を日米で共同開発するっていうのよ？視聴者の皆さん、日米の練習機共同開発についてどう思いますか？コメント欄で教えてね。さて、今回開発の計画が持ち上がった練習機だが、空席はまさかの海軍機？とも言われているんだぜ。え？海軍機？え？それじゃ、アメリカ海軍の練習機かしら？実はな霊夢。アメリカ海軍の運用する練習機 T45 ゴスホークも、老朽化によって更新が必要で、そのプログラムが動き出しているんだ。3月13日、アビエーションウィークは米海軍は、老朽化した T45 ゴスホーク練習機の後継機の購入を開始するようだ。予算文書によれば、契約締結後の2026年に調達が開始される。
海軍はここ数年、T-45 の後継機となる可能性のある航空機について、大規模な市場調査を実施してきたと報じている。ふむ。大規模な市場調査か。一体何が始まるんです？すでにボーイングとロッキード・マーティンが動き出してはいるが、T-7A 練習機がボーイングの取り分になったので、おそらくはロッキード・マーティンが獲得するのではないかと言われているぜ。ただ、ロッキード・マーティンも F-35 のブロック4がうまいこと言っていないのもあって、余裕があるわけではないんだがな。じゃあ、日本との共同開発で艦載練習機を作るのかしら？その可能性も低いような気がするな。と思っていたのだけれど、どうやら枠としては上級戦術訓練機アドバンストタクティカルトレーナーイコール ATT という選択肢もあるようだ。上級戦術訓練機？ああ。防衛装備庁は2021年7月 T4 後継機調達を検討するため情報提供に応じる企業を募集すると発表していたが、毎日新聞は23日日米が T4 後継機を共同開発する方向で調整を進めている。自衛隊と米軍が訓練段階から共通機体を使用することで連携強化を狙っていると報じたんだな。ふむ。そして、毎日新聞は23日4月10日の日米首脳会談で共同開発に関する合意を発表する見込み。生産コストの低減に加え、自衛隊と米軍が訓練段階から共通機体を使用することで連携強化を狙っていると報じた。つまり何が始まるんです？つまり、米空軍が T-38 後継機に選定した T-7A は開発作業に手間取っているものの、2025年度予算案に7機分の調達資金が計上2029年度まで225機分の調達資金を供給予定済みなわけだ。予算自体は一応計上されているわけか。ああ。そして、毎日新聞の報道内容は共同開発した T4 後継機は空自と米空軍が使用すると示唆しており、これがもしかすると米空軍が調達を検討している上級戦術訓練機、アドバンストタクティカルトレーナーイコール ATT と T4 後継機を同一機体として開発するという意味かもしれないんだぜ。なるほど。そういうことなのね、まるでわからないわ。そもそも、T-7A の役割はパイロット養成を T-38 から引き継ぐことで、ATT は実機を使用した訓練飛行時間の削減。もっと具体的に言えば飛行コストが高価な F-22A や F-35A を使用した訓練内容をシミュレート可能な高度な戦術訓練機と予想されており、すでにテキストロンとレオナルドが M346、ロッキード・マーティンと、米国航空宇宙産業が T-50、ボーイングが T-7A を提案するだろうと報じられているんだぜ。米国と共同開発とか、ロッキードも相手選びなさいよ。まあ、米空軍が T-38 後継機として T-7A と T-4 後継機を同時採用する可能性は相当低く、T-7A を放棄して T-4 後継機に乗り換えるというのも時間的に厳しいため、共同調達を前提に T-4 後継機を開発するなら ATT の枠しか空いていないと思うぜ。なるほどね。まだ詳しいことは不明だが、仮に ATT と T-4 後継機を同一機体として開発するなら、米企業であるボーイングやロッキード・マーティンなどと日本企業が一から機体を開発するのか、ボーイングと手を組んで T-7A ベースで機体を開発するのか、ロッキード・マーティンと手を組んで TF-50 ベースで機体を開発するのかの3択になるはずだ。どれもあまりいい案とは思えないのは私だけかしら。それにレオナルドは M346 の提案でテキストロンと組んでいるため、テキストロンと日本企業が M346 ベースで ATT と T4 後継機を同一機体で開発するというのも、なくはないぜ。ないよりのないだと思うけどね。でも T4 練習機の後継として ATT の開発をやるかな？私はその可能性はあまり高くないように思っているぜ。やっぱり難しそう？難しいだろうな。というかな霊夢、ATT は結構欲張りな機体らしいんだぜ。え？欲張りな機体？私はわがまま欲張りボディだけど関係ある？全く関係ないな。毎日新聞によると、共同開発には、自衛隊と米軍が連携して作戦を遂行する総合運用性向上への期待があるそうだな。最近では、人工知能 AI や通信技術の進化で航空戦闘の様相も複雑化し、パイロットに求められる技量も一層高度化している。そして空自は現在、米国から調達した F-35 や F-15 などを運用しているが、パイロット養成段階から共通化を進め、課題対処につなげる考えだ。ふむ。パイロットの育成も忘れてはいけないわよね。そこで、日米は次期戦闘機を支援する無人機の開発を視野に入れ、昨年12月に無人機用の AI 技術に関する共同研究で合意するなど、航空装備分野での協力強化を進めてきたんだぜ。なるほど。日本側の立場で言えば、部品の共通化とか量産効果による生産コストの低下など、いろいろメリットはあるものね。
まあ問題は、果たしてアメリカは乗ってくるかどうかだけども。だな。アメリカも訓練機として採用しないとほとんど意味はないわけで、だからこそ ATT の枠か?という話にはなるんだと思うぜ。でも、アメリカが果たして T-7A と競合する機体の共同開発などやるのかという疑問はあるが、やっぱりなかなか難しそうだわ。そもそも、防衛省が公募情報収集を出した時は、確実に自衛隊も T-7A 導入の流れだと思ったんだけどな。今じゃ、各国の思惑が入り混じってカオスな共同開発になりつつあるぜ。ほんとカオスね、どうなることやら。まあ、記事全体を読む限りは、何か決まったことがあるわけではないけれども、T-7 練習機の開発プログラムに参加して T-7 練習機を航空自衛隊が採用する流れになるだろうという予想らしいな。逆にアメリカの報道では、日本は次世代ジェット練習機としてボーイングサーブ T-7A レッドホーク、またはその派生型の取得を検討しているようだ。航空自衛隊 JASDF は、現在の川崎重工製 T4 の後継機として、アメリカ空軍が使用しているのと同じプラットフォームを望んでいるようだ。と言っていて、T7 練習機の完成が遅れているから、日本の産業が協力してくれると嬉しいなぁということが書かれているぜ。日本側の報道とは全然違うわね。個人的な感想としては、おそらく航空自衛隊が T4 の後継機に T7 を選ぶ可能性が高いとは思っていたから、この報道にはそれなりに説得力を感じたけども。だが、今から日本が T7 の開発に加わるメリットがアメリカ側にあるのかは疑問だぜ。そうね。日本用にカスタマイズするという話だと、日本としては開発費の節約にはなるんだろうけど。さて、先ほども話した FA50 が輸出拡大するらしい。え?あのポンコツを?しかも、米国経由で日本の T4 後継機調達に参加は可能かも策しているらしいぜ。嘘でしょ?もうエイプリルフールだっけ?警告の文化日報は3月16日新たにウズベキスタンが FA50 導入を検討している。最大の関心事は米国経由で日本の T4 後継機調達に参加できるかどうかだと報じており、シンガポール航空省で警告航空宇宙産業と防衛省次官級幹部の会合があったと言及したな。この話がどこまで本当なのかはわからないが、警告人の売り込みに対する積極性だけは本物だ。私が警告を好きになれない気持ちも本物よ。警告航空宇宙産業 KAI の FA50T50 を含むは市場で M346 と、競合するもののフィリピン空軍、タイ空軍、イラク空軍、ポーランド空軍への輸出を勝ち取り、ジェーンズやエジプトメディアは2023年1月警告とエジプトは T50FA50 の現地製造に関する契約を締結した。調達規模は約100機でうち70機を国内で製造する予定だと報じているな。さらに2023年2月にはマレーシアと警告が FA50 導入契約を締結したと報じられ、海外市場における FA50 への関心は非常に高いようだ。こんなポンコツを欲しがる国があるなんて。そして、KAI も昨年発表した経営戦略の中で政府調達に依存した体質からの脱却、海外市場の探査型ニーズを満たす F50 開発、米国重視米軍ニーズを満たす TF50 開発に言及し、ロッキード・マーティンと共同で米空軍や米海軍が調達予定の高等戦術訓練機、戦術的代替航空機、ゴスホーク後継機を取りに行くと宣言しているぜ。今月8日には FA50 探査型の開発に355億6000万ウォンを投資すると発表したため F50 は実現に向けて動き出した格好だ。やめなさいよ、そんなに多額の資金投入して。また失敗して墜落するのがわからないのかしら?かもな。そして問題は、この FA50 について警告の文化日報は16日、FA50 の輸出拡大における最大の関心事は米国経由で日本の T4 後継機調達に参加できるかどうかで。日本は T4 約200機の更新時期に差し掛かっており、このニーズをめぐって M346 と T7A が競合すると予想されているが、これに T50 を参加させようとする防衛省の動きも確認されている。ほう?2023年末のドバイ航空省で KAI と防衛省の関係者は名刺交換レベルの接触があり、2024年2月のシンガポール航空省では防衛省次官級幹部との正式な会合が2度行われた。もちろん、この会合の内容は T50 の基本的な説明で終わったが、もし日本が T50 を選択するならロッキード・マーティンが米国で製造した機体になるだろうとのことだ。日本が T50 を導入ですって?嘘やん、絶望感。まあ、防衛省が KAI と接触した意図は不明だが、提案条件も KAI が警告で製造した機体ではなくロッキード・マーティンが米国で製造した機体というあたりが非常に生々しいな。要するに警告製の T50 では感情的な反発を招く恐れがあるから、米国製の T50 として提案することを狙っているのか。だな。
この話がどこまで本当なのかはわからないが、警告人の売り込みに対する積極性だけは本物だぜ。これからも自衛隊から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。